純大臣とは、日本の朝廷において大臣に純ずる待遇のこと。またその待遇を得た者。闘病は、義道三死。三位以上の苦行に、大臣のもと、大納言の上の席次を与えてぐすることを意味し、本来は、文として、大臣に純ずと読むのが正しかった。平安時代中期の藤原惚れ地下が、大臣のもと、大納言の上の席次を得て自ら、義道三死と称したのが、 発令である。これはあくまで待遇の付与であり、職務、権限を有する官職に任せられたのではなかった。これが復活した鎌倉期には大臣に昇進できるのは原則として、設計、生か家,家の着手、着流に限定されるようになっており、大納言に達した書士や書流で、一定の能力、経歴を有するものでも内大臣以上には、直に昇進できなかったことから、準大臣宣言が、 昇進過程に加えられた。南北長期には、律令官職も、実質を失って、もっぱら名誉化していたことから、順大臣も、官職同然に認識されるようになった。そして、以降は、主として大臣に昇進できない価格である名家、ウリン家のうち一部の家の極寒として、固定化されていった。順大臣の発令は、藤原コレチカである。コレチカは、 藤原の道長との清掃に敗れた後、長徳2年4月に内大臣を罷免されて、九州大財本の措置に左遷されたが、翌年4月には大社により帰楽した。その後、本位の生産位に服されたのをはじめとして徐々に復権の措置が取られたが、大臣への復帰には障害があった。左大臣には道長、右大臣には藤原健康、内大臣には 藤原金聖が在任しており、これ地下を大臣に服すにはこのうちの誰かを辞めさせなければならないが、そうはいかなかった。大城大臣は空席だったものの、左大臣道長の上席にこれ地下を据えるのは論外だった。また、大臣以外の官職に任じたのではない大臣から降格された状態が維持されることになり、これでは復権にはならなかった。結局、 まず観光2年2月25日にコレチカは3代の際には大臣の下、大納言の上に着席することとされ、ついで観光5年1月16日には大臣に順じて不古選考を与えられることで解決が図られた。コレチカは自らの待遇を義堂三子と表現した。義堂三子とは中国の五官の時代、高級武官や皇帝の外籍などに 三子すなわち三皇と等しい大遇を与え、義、三子に同じ靴と呼んだことに由来する。日本では三皇といえば大臣を指すことから大臣と同じ大遇という意味でこのように自称したものである。しかしこれ地下が用いた義道三子はあくまでも自称であり、いわば画号のようなものだった。同時代の貴族たちは彼を全官に即して、もっぱら、卒、 全卒などと呼んでおり、生死に準ずる師匠、日本気略にも、全打在言の措置と書かれている。しかし、文芸の世界ではこの義道三種が好んで用いられた。これちかの母、高品高子は、当時の宮廷家人で、その作家、忘れ字の行く末までは堅ければ、今日を、限りの命ともがなは、小倉百人一種にも取られているが、彼女のことは、義道三種母と、 表現されている一方、百人一首にはもう一つ苦行の母が読んだ歌が取られているが、こちらは右対称、道綱母と表現されている。これと同じように、高階高子が義道三司かコレチカ母とならなかったのは、百人一首が成立した14世紀前半までの時点で義道三氏と呼ばれた人物は、この藤原コレチカただ一人だったために他ならない。 堀川紀具像堀川紀具の純大臣宣言観光7年に藤原コレチカが死去した後純大臣の待遇は久しく耐えた。これが復活するのは約300年後のことである。堀川紀具は校長元年11月に県大納言に任じられて以来長久大納言の職にあったが公安6年12月20日21位に除されるとこれを機に それから1ヶ月も経たない公安7年1月13日に大納言を辞任した。すると15日には大臣の課題納言の上に列して挑戦すべき吉しの宣言を受けた。純大臣の復活である。奇遇の受けた待遇はこれ地下の場合とはその状況も内容も異なるものだったが、奇遇はこれ地下に習って自らを義道三死と称した。これ以後、 純大臣は一つの称号をと化し、義堂三氏は純大臣の闘名となって定着してゆく。器具は大城大臣になれる価格である、聖画家の出身であり、文英九年八月以降は大納言の主席の位置を、占めて、いつ大臣に昇進してもおかしくはない立場にあった。しかしこの間、大臣の地位にはほとんどもぐよりも、 若年の石関家出身者たちが認じられており、器具にその機会は巡ってこなかった。このような不遇を囲っていた元具を移部するため、長く誇りを被っていた純大臣の待遇が復活されたのである。この特別待遇が天皇側から恩恵として与えられたものか、器具の側から要求して与えられたものかは一件の分かれるところである。休義の突然の復活に、 周囲は当惑し、混乱や批判が出た。まず、順大臣が現職の大臣なのか、それとも単に前代納言なのかが問題になった。これは、亀山院の裁定で、前代納言という結論に落ち着き、器具は現職者だけが参加できるジョイの議会層の儀式からは、締め出されることとなった。ところが、党の元具は、 義道三氏を大臣に準じた官職であるとして、儀式から排除されたことを、存外の沙汰と憤慨していたことが知られている。また、木具は書上に、義道三氏と署名したが、本来は、三位なのでただ、一位と署名すべきだったことから、西園寺高校はこれを、元具が勝手に官職を作ったと非難している。区下社会の家紋確率と昇進経路の変化順。 大臣への部任は大臣になれる資格がありながら空席がないために大臣になれないものを意部する目的で運用されたとする和田秀松の官職要介の解説が長らく通説となっていた。確かに堀川貴具は純大臣を足掛かりに昭和2年8月29日には晴れで大乗大臣に昇進している。ところが問題はその前年に 関白二条市中の左大臣辞任に伴う玉月人事によって内大臣に空席が生じたのにもかかわらず公認に任じられたのは器具ではなく大納言で同門の小賀の道元だったことである。また、器具の後に準大臣となった者の昇進を見てみると次の土三角貞真は県大納言二名に内大臣承認で先起こされさらにその次の中野院通来は三名に 大臣承認で先を越された挙句に自身はとうとう大臣になれずに出家している。つまり、通説とは異なり、大臣に空席が生じても、純大臣が自動的に大臣に昇進できるわけではなかったのである。あくまで一説ではあるが、鎌倉時代後期に、宣言のあった純大臣のすべてが石関箇所し火星下や、所流出身者であり、かつその半数以上が、 堀川器具を出した村上源氏中の印流の初流出身者であったことであるとする見方がある。それによれば、当時の区で社会では、価格の春別と固定化が進み、着紙、着流を十代、不代の家柄と位置づけて、諸子、諸流との区別を明確にし、着紙、着流に、諸子、諸流を統制させて、その昇進にも格差をつけるようになっていった。その一方で、 特性推進の観点から昇進については能力を重視すべきとする意見も論じられた。この矛盾した二つの主張の妥協として導入されたのが純大臣であったと考える説がある。すなわち、摂棺家や聖画家の着手、着流であれば大納言の次に大臣の座に空席があれば、直ちに大臣に昇進できたが、諸子、諸流は11位に寄せられて、 準大臣宣言を受けさらに相当の時間を経ることで、ようやく大臣に認じられるというルール、格差である。これによって、直系着手あるいは、従代、譜代を円滑に昇進させ、なおかつ有能な諸子、所流出身者の登用を完全には排除しない仕組みが、形成されたとする説である。いずれにしても、この時の堀川器具に対する待遇が、その後に続く。 純大臣の宣令となった。純大臣の宣言を受けるための必須の要件は、すなわち11位であること及び、大納言、または、県大納言を経ていることの2点である。また、大納言、県大納言は、そのほとんどが、全大納言である。純大臣にするために、わざわざ11位に助したり、大納言を辞任したりした例も、少なくない。純大臣宣言と県事長者の関係一方、 堀川記具の側からすれば、純大臣宣言は別の意味を持っていた。純大臣になる直前の元具は、十一位大内納言で、源氏長者を兼ねていた。当時の市長者は、現人の一門上主、すなわち一門のうちで最も高い地位にある現職者が認じられるのが慣例であり、必ずしも着し、着流にこだわったものではなかった。しかも当時、村上玄師では、 着流の小賀野家が、失脚や内紛などによって一時衰退していたために、官位においては不審であり、その結果着流の小賀野道元と初流の堀川貴具、土見門定座根が、源氏長者の地位を争う形となっていた。結局11位大納言の堀川貴具が一門上司として、源氏長者になったが、小賀野家の最高に燃える小賀野道元が、村上源氏の着流として官位において、 急激な昇進を遂げると、器具の一門上司は一転して脅かされることになった。そもそも堀川器具は大納言主位となって、以来11年にわたって、昇進を止められていた。そうした中で、器具があえて大納言を辞めて、純大臣宣言を受けたのはなぜかと考えるならば、器具は純大臣となることで引き続き一門上司で、あり続けることを期待していたためと推論せざるを得ない。 キグが、純大臣はダイナゴンの全館礼遇とする、亀山院の裁定をものともせず、それを、存外の沙汰として一個だにせぬかのごとく、振る舞い続けたのには、こうした背景があったのである。実際に、キグはダイナゴンを辞めた後も、源氏長者であり続けた。これは取りも直さず、純大臣が、大臣に準じた原任の官職であるという解釈の、元、 器具の一文上手が維持されたためだと考えることができる。吉田貞田蔵増南北朝時代になると、純大臣の宣言の目的が大きく変化する。本来なら、大臣になる資格のない名家出身者を特別に、優遇するために用いられることになったのである。その発令は、後醍醐天皇の時に、国行の老臣、吉田貞田に行われたものである。貞田は、 現行三連に、県大納言を辞していたが、原徳2年1月13日になって、名家出身者で、初めて11位に除せられた。その後、現行の乱に伴う五代五天皇の敗位と福井を、経て、県無元年6月26日、11位前県大納言、吉田貞夫さんに、巡大臣の宣言があった。さらに五代五は、同年9月9日には貞夫を内大臣に、昇進させている。 この人事は、当時強い批判を受け、その後、佐房ふと共に南朝に仕えた、北畠千ふ房の食現象の中でも、批判的に記されている。準大臣宣言の対象は、その後同列のウリン家出身者にも広げられるが、やはり名家出身者が大多数を占めるようになり、逆に摂棺家、聖火家,家から準大臣が出る例は後を絶った。おそらく唯一の例外として、 大臣家の価格である中野院通順が既得に陥ったため、法徳三年十一月十九日二十一位に昇進した上で巡大臣宣言を受けた例がある。通順は九日後の二十八日に死去した。その後も、名家、ウリン家出身の中で大臣に進む者もいたが、極めて稀な例であり、十一位に上されて巡大臣宣言を受けることが、名家、ウリン家にとっても、 現実的な極観として見なされるようになる。このため、死去や出家の直前に、これまでの功労に報いる意味で、純大臣宣言が行われる例も増加していった。また、名家、売り家と一括りにされてはいるが、現実には家ごとに到達できる感触、以外、昇進のコースやスピードが、細分化されてそれぞれ定められており、家によっては中納言や三儀までしか到達できない。 家もあった。このような家には当然、純大臣となる道は閉ざされている。幕末にも設計の一つ一条家に侍として仕えた下橋隆市長は、純大臣になれる家は、中山や松木家、猿家、広橋家くらいのものだったと、大正時代になってから解雇している。もちろん、実際には、純大臣を出した家は、さらに多いが、名家、うりん家であれば、誰でも、 順大臣になれたわけではなかったことに変わりはない。なお、順大臣は、官職ではないため、苦行部人などの資料にも、必ずしも網羅されておらず、宣言を受けた者の善用は、容易に知りがたい。武家官位の枠内での、順大臣は、江戸幕府第11代将軍、徳川家成の実父春沙が、唯一の例である。中世の古実書である、食現象、官職難儀などでは、 地代上漢事を、純大臣と同じものとして扱っている。しかし、純大臣があくまで三大の際の席次の待遇とそれを表す、称号に過ぎないのに対し、地代上漢事は、両下官とは言える気とした感触であり、しかも大上官の総裁として皇族のみが就任した、重職であって、両者は全く異質で別個のものである。このような混同が生じたのは、演技式で、 地大上官字の末録が、右大臣に準ずるものと規定されていたこと、区業部人において、天平年間に、地大上官字であった鈴川雄が、右大臣立花処刑の下の位置に記載されている、ことなどから来た誤解である。表中、明治4年以前の日付はいずれも旧歴。皇居に添えた、括弧内の数字は狂年を表す。また、没後に、準大臣を増刊された者も,も末尾に添えた。 ありがとうございます。